ロバート・ペン・ウォーレン・ドバート・ペン・ウォーレンは、アメリカ合衆国の詩人、小説家、評論家、ケンタッキー州がスリー,ー3に生まれる。祖父は、南北戦争の従軍者、バンダービルと大学在学中に、ジョン・クローランサムや、アレン・テートラと共に、逃亡者を結成。ニュークリティシズムの基礎を築き、南部文芸復興運動の中心的な作家となる。カリフォルニア大学バークレー校。 エール大学で学んだ後にに、オックスフォード大学に留学し、ルイジアナ州立大学やエール大学などで教壇に立つ。名優の批評家クリアンス・ブルックスと共に作った詩の理解をはじめとする文学教科書は大きな反響を得た。ルイジアナ州立大学在職中に、当時のルイジアナ州知事で、急進的なポピュリズムで知られたヒューイ・ロングを参考にして、すべて王の詩を執筆し、 1947年にピューリッツァー賞小説部門を受賞した。さらに1958年に約束でピューリッツァー賞主部門を、1979年にナウアンドゼンで2度目のピューリッツァー賞主部門を受賞した。1980年に大統領自由勲章、1987年に国民芸術勲章を受九1986年頃に アメリカ合衆国初の議会図書館警官詩人に指名された。すべて王の民話に異動映画化されている。ありがとうございます。